三塁一塁、これで一塁三塁とされています。ここからどう動いてくるでしょうか。もう少し慎重に行きたかったですね。さあ、そしてバッターボックスには清田が入ります。ここは気の抜けないバッターが続きますね。さあ、得点圏には同点のランナー、ここはしっかりリードが守れるように自分のピッチングをしてほしいですね。なるほど、そうですね。次はボールゾーンに落ちていくチェンジアップで空振りを狙いたいですね。なるほど。さあ、何を選択してくるか。三遊間抜けていく、サードランナーがホームに帰っていきました。マリーンズ同点、1対1カープ。さらに二塁一塁のピンチが続きます。バッテリーは警戒していたはずですが、ここで同点打を浴びました。踏ん張っておきたい場面だったんですけどね。ここで追いつかれました。同点です。バッターボックス細谷。カープこの回1点を失っています。さあ、同点に追いつかれ、なおも一打勝ち越しという局面。さあ、この場面をどういうピッチングで切り抜けてくるか。変化球打った、ボテボテ抑えた、内野安打。カープさらにピンチになりました。先ほどのシーンリプレイでご覧いただいております。ここは慎重に行きたいところですね。さあ、この場面でバッターボックスには6番の角中が入っています。ここはゲッツーを取りたい場面ですね。そうですね。空振り、ここはランナーを変えさせません。ここはなんとか踏ん張りました。ツーアウト。今の打席はキャッチャーの配球が良かったですね。まだ気は抜けませんから、しっかりと抑えておきたいですね。そうですよね。さあ、この場面で打席には7番の根本が入っています。ファウルボールです。バッターの根本、今シーズンの得点。空振り、ここは空振りでアウトを取りました。この回点は取られましたが、ここで食い止めました。ご覧いただきましょう。連続三振で勝ち越しは許しませんでした。そうですね、いいピッチングだと思いますよ。カープ4回裏の攻撃になります。バッターは5番バッテイ。カープ同点で迎える4回の攻撃です。西さん、まずは出塁してチャンスを作っていきたいところですよね。そうですね、なんとかつなぎたいですよね。そうですね。膝元へ決まります。ワンボールツーストライクと追い込みました。際どいボール外れました。打ちました。これはどうか。取りました。アウト。ワンアウトです。バッターボックスは6番メヒア。まずはワンアウトを取っています。ファウルになります。チェンジアップが決まりました。ノーボールツーストライク。変化球空振り、ツーアウトになっています。7番バッター堂林、先ほどの打席はレフトフライに倒れています。ツーアウトランナーありません。初球ボール、2球目は何で来るか。インコース詰まりました。ここはフライになっています。取ってスリーアウトです。この回カープ3人で攻撃を終えています。4回終了1対1同点です。小宮山さん、中盤に差し掛かって同点です。この後の展開、どのようなところがポイントになってきますか？そうですね、1球ごと打者の反応をしっかり観察して、どのボール、どのコースを狙っているか理解しなければいけませんね。そのあたりの配球にも注目していきましょう。切れていきます。ファウル。これが4球目。インサイド落ちました。これはどうだ。センターに抜ける。これで4試合連続安打。ノーアウトランナー一塁です。厳しいコースだったんですが、うまく打ち返されてしまいました。厳しいコースはついていったんですけどね。さ
ター、勝ち越しのランナーを一塁に背負います。そして打席にはピッチャーという場面です。まあ、送ります。ファウルです。ここはバントを警戒する守備体制ですね。はい、そうですね。ファウルになりました。バントしました。ピッチャーが取る。一塁送球、アウト、ワンアウト。送りバント成功です。ワンアウトランナー二塁となりました。さあ、そして打席には丸が入っています。さあ、アウトカウントが一つ増えましたが、一打勝ち越しという場面、まあ、こういった要所を抑えていけるかがポイントになってきますから、ここは勝ち越しを許してはいけませんよ。なるほど、そうですよね。これは低めストライク、ストライクを先行させていきます。このピンチ見事三振を奪いました。踏ん張っています。ツーアウトランナー二塁です。さあ、そしてバッターボックスには三木が入ります。さあ、ツーアウトながら得点圏にはランナーが残っています。まあ、主導権を握られないためにもこのピンチをしっかり出したいですね。なるほど。外の球打った、ショートが抑えた。一塁送球、内野安打になった。これでマルチヒット。さあ、これが先ほどのプレーになります。ご覧いただきましょう。さあ、そして打席には鈴木が入っています。嫌なところで回ってきましたね。さあ、なおもピンチの場面、まあ、こういう要所を締めていける。ストレート打った、ファーストの右抜けた、サードランナーホームイン、マリーンズ勝ち越し、2対1になりました。カープ、なおも2塁1塁のピンチ。バッテリーは警戒していたはずですが、ここで勝ち越しのタイムリーを打たれてしまいました。まあ、バッテリーもね、警戒してたんでしょうけどね。このゲーム中盤、ここでリードを奪われます。打順は4番清田。カープ、この回1点を失っています。さあ、勝ち越しを許し、なおも得点圏にランナーを背負います。さあ、しっかり捉えた、サードが抑えた、そのまま入って3塁アウト。これで3アウト。しかし、この回マリーンズ貴重な得点が入りました。2対1、マリーンズが1点リードとなりました。西さん、バッターとしてはそろそろ打ち崩していきたいところですよね。そうですね、まあ、そろそろ攻略できるはずなんですけどもね。攻略の糸口は掴んでいるんでしょうか。ファウルになります。いいところにストレートが決まります。あっという間に2ストライクです。変化球空振り、ワンアウトです。ピッチャーに打順が回って、先発の中村が打席に入ります。まあ、ここは自分のバットで何とかしたいという気持ちもあるでしょうね。そうですね。この打球はフライになっています。掴んで2アウトです。打順はトップに帰って西川、先ほどの打席はファールフライに倒れています。2アウトになっています。今日の先発ピッチャーはカープが中村、そしてマリーンズが涌井、この2人の投げ合いとなっています。打ちました、これはどうか、破りました、センター前。これで2試合連続のマルチヒット。2アウトランナー1塁。今のバッティングご覧いただきましょう。見事期待に応えました。まあ、甘い球は見逃さないですよね。2番バッター阿部、先ほどの打席はセンターフライに倒れています。ヒットでランナーを一塁に置いています。ランナー動きませんね。打ちました、弾き返した打球は左中間へ。ここは打ち上げています。丸が抑えて3アウトチェンジです。ランナー出ましたが、カープ得点には至りませんでした。5回終わって2対11点リードはマリーンズです。ここまでの試合展開ハイライトでご覧いただきましょう。1回の裏、先制のランナーを置いて迎えるは4番鈴木、ここで犠牲フライ、カープ先制します。2回の表、ここも三振、次々と三振に切って取ります。4回の表、一打同点のピンチ、4番清田、追い込まれてからのタイムリー、カープここで追いつかれました。
満塁の大ピンチ。しかしバットには当てさせません。勝ち越しを許しません。さらにこの回、得点圏には勝ち越しのランナー、迎えるは3番鈴木。ライト線へ運ぶタイムリーヒット。カープここで勝ち越されます。打席には5番バッター細谷。前の打席はカーブをうまく打たれましたから、今度はその使い方を考えたいですね。初球打ち、さあどうだ、外野大きな打球ですが、バッターボックス角中、中村、まずは先頭バッターを打ち取っています。空振り、これが2球目。低め見送りました。ストライクです。ノーボール2ストライクです。ファウルになります。ここもファウルです。見逃し三振。バッターボックスは7番根本。ツーアウトランナーありません。際どいコースに送ってストライク、空振りになります。ノーボールツーストライク。変化球で空振りを取ります。スリーアウトチェンジ。この回マリーンズ三者凡退です。2対1、1点リードはマリーンズです。配球表をご覧いただいています。今日はストレート変化球ともにバランスよく投げています。6回の裏、カープ打順よくこの回はクリーンアップから始まります。柳田がバッターボックスに入ります。先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。カープ1点ビハインドで迎える6回の攻撃。打ちました、ライトに大きな打球、ぐんぐん打球が伸びている、伸びてライト深いところを破っていきました。バッターランナーは二塁まで進みました。これでマルチヒット、ノーアウトランナー二塁です。ここはうまく引っ張ってツーベースヒットとしています。いや本当にうまく反応しましたよね。期待できるバッターに回ってますね。さあ同点のチャンスです。まあここでちゃんと同点にしておきたいですね。なるほど、そうですね。初球空振りです。バッターボックスの鈴木、今シーズン得点圏で打ち上げました。高い打球、この打球はフライになっています。掴んでワンアウト、ワンアウトランナー二塁と変わっています。ここはつなげておきたかったんですけどね、このチャンスの間にね、なんとか得点につなげていきたいですね。そうですね。さあそしてふわふわっと上がった、掴んでツーアウト、ツーアウトランナー二塁となりました。もう少し慎重にいってもよかったですね。まあまだチャンスは続いていますんで、しっかり点に結びつけていきたいですね。そうですよね。さあこのチャンスでバッターボックスには6番のメヒア入っています。これは外野へ、ここは打ち上げています。掴んでスリーアウト、同点は許しませんでした。さあこれが先ほどのプレーになります。ご覧いただきましょう。同点のチャンスがあったカープですが、そのチャンスを生かせませんでした。6回終わって2対1、マリーンズが1点をリードしています。小宮山さん、ピッチャーは7回も続投ということになりました。援護を待つためにもここからも我慢の投球が必要ですね。そうですね、もう本当に早く打線の援護を期待したいですよね。本当にそうですよね。
これはバット出ず三振です。まず一つアウトを取りました。バッターも迷ったような感じでしたね。まあ、助かりましたよ。次はピッチャーの打順ですが、先発の涌井がバッターボックスに入ります。調子自体は悪くないんで、引き続き投げさせるということですね。そうですね。低め落ちるボール決まりました。あっという間に2ストライクです。ファウルになります。変化球空振り。ご覧いただきましょう。最後は三振を奪いました。打順は1番に帰ります。バッター丸。ツーアウトランナーありません。打ちました。これはサードライナー。この回マリーンズ3人で攻撃を終えています。2対1、1点リードはマリーンズです。さあ、そしてここからはラッキーセブン、カープの攻撃に入ります。西さん、ラッキーセブンとはよく言うんですが、この7回は選手の中ではどんな感情が出てくるもんなんですか？まあ、この辺りからね、終盤ですからね、まあ、1点の重みっていうのが出るのはこの回あたりからですよね。なるほどね。3球目打ちました。この辺りはどうか。